はい、おはようございます。定例記者会見を始めさせていただきます。今日は新しい生活様式というのもございますので、マスクをつけさせていただいております。あと手話通訳もお願いをいたしておるところでございます。よろしくお願いをいたします。まず題材に入ります前に、新型コロナウイルス感染症への対応について一言申し上げたいと存じます。ご承知のとおり、今月6日までを期限としておりました国の緊急事態宣言は、全都道府県をそのまま対象として5月の31日まで延長されたところでございます。一方、本県につきましては県民市民の皆様のご協力もあり、先月21日から昨日11日までの20日間新たな感染者は確認されておらないところであり、国の方でもそのような地域においては適切な感染防止対策を徹底的に講じた上で、社会経済活動の維持との両立に配慮した取り組みに段階的に移行していくということとされております。そしてそれを実現するために新しい生活様式といったものが公表されているところでございます。そこで本市におきましても、先週8日の金曜日、新しい生活様式の実践をお願いする等のために、改めて市民の皆様に私からメッセージを発信させていただいているところでございます。また、今月5日に開催をいたしました、新型コロナウイルスの対策本部会議におきまして、感染症拡大に最大限配慮した上で、25日からの小中学校の再開や、また本市の独自施策といたしまして、すでに発表しております、テナント賃料給付金の拡充、そして追加策といたしまして、子育て世帯への臨時特別給付金への独自の上乗せ支給について、決定をしたところでございます。加えて、昨日、資料提供させていただいておりますけれども、国の緊急事態宣言により、閉館をしておりました私有施設につきましても、感染防止対策をしっかりと取った上で、美術館、あるいは図書館などを順次開館をしておるところでございます。今後におきましては、感染拡大の防止を前提としながら、それに合わせて段階的にではございますが、地域経済の再起動に向けた対策も進めていくことが重要であるものと考えております。そのため、今月1日からオンライン申請を受け付けております。特別定額給付金の支給、これをはじめといたしまして、本市独自の経済対策、福祉対策等につきましても、国や県の施策と補完、連携をさせながら、効果的に展開をしていけたらと思っております。市民の皆様には引き続き、一部ご不便をおかけするところでございますが、しばらくの我慢、あるいはぜひともこの新しい生活様式ということに馴染んでいただきまして、しっかりと日常生活を注意をしながら行っていただきたいというふうに思っておるところでございます。それでは題材に入らさせていただきます。まず1点目でございますけれども、1点目は高松市 PCR 検査センターの開設についてでございます。本市ではこれまで、保健所に帰国者接触者相談センターを設置して、そこからに市民の皆様から相談を受け付け、それに対して必要に応じて帰国者接触者外来という医療機関に適切につなぎながら、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に努めてきているところでございます。この間、先月12日から16日にかけて、高松市立保育所におきまして、集団感染が起きるなど、非常に厳しい事態もあったわけでございます。その後におきましても、感染拡大に伴いまして、この PCR 検査のニーズといったものも非常に高まってきておりまして、帰国者、接触者外来において、どうにか、ぎりぎりの状況で対応してきていただいたというのが実情かと思っております。そこで今回、少しでもこの医療従事者、外来の医療従事者の負担軽減を図るために、高松市医師会の協力を得まして、今月14日の木曜日、今週ですが、今週14日の木曜日、あさってから、暫定的に高松市 PCR 検査センターを市内1か所に開設することといたしたものでございます。このセンターでは、かかりつけ医など一般医療機関受診後、感染が疑われ、PCR 検査が必要と判断されました、軽症患者、あるいは軽症の濃厚接触者に対しまして、高松市医師会が派遣する医師等が、問診を行った上で、いわゆるドライブスルー方式による検体を採取するものでございます。
検査は当面、県の環境保健研究センターに依頼することといたしております。当面、平日の週1日から2日程度、午後の2時間を予定をいたしております。実施件数は、その状況にもよりますが、1日あたり10件から20件程度を見込んでおります。なお、実施場所については非公表とさせていただきます。それから、資料の方に掲げておりますが、図の右下のところでございます。この PCR センターにつきましては、本市として国が示します保健診療の対象となる地域外来検査センターへの速やかな移行を図ってまいりたいと、そのために医師会と協議してまいりたいというふうに考えておるところでございます。よろしくお願いをいたします。それから2点目、もう1点でございますけれども、特別定額給付金の申請書の様式およびコールセンターの開設についてでございます。特別定額給付金でございますが、今月1日からオンライン申請方式での受付を開始をいたしまして、これまで本日午前8時30分現在でございますが、6149件の申請を確認をいたしております。そして、早く申請された方でチェックが通った人につきまして、昨日から給付が開始をされているというところでございます。ただ、審査などに、これ、今のところは手作業で審査等を行っておりまして、時間を要しておりますことから、給付にも時間が必要となっておるところでございます。できる限り早く給付できるように進めてまいりたいというふうに思っておりますので、市民の皆様にはご理解をいただきたいと思います。なお、これもお待たせしております、郵送による申請でございますけれども、前にも発表しましたけれども、今月の22日付、これで発送してまいりたいというふうに考えております。現在、そのための作業を進めておるところでございまして、この度申請書等の様式が決定をいたしましたので、お知らせをいたします。特別定額給付金の申請書一式は、まず世帯主様宛てに、送り出させていただきます。こちらのにございます高松市特別定額給付金のお知らせと、記載をした封筒で送付をさせていただきます。この中には、特別定額給付金申請書、それからお知らせ、それから返信用封筒の3点が同封をされております。で、これらの申請書等の様式はいずれも高松市独自の様式でございます。で、返信用封筒の返信先がですね、広島中央郵便局の支所箱宛てとなっております。ここにもちょっと小さく書いておりますが、広島中央郵便局支所箱第7号と。書いておりますけれども、これは、本市の高松市の事務処理センター宛てということでございますので、広島市となっておりますが、これは高松市の分だということで、ご心配のなきようよろしくお願いいたしたいと存じます。また、郵送申請方式の受付開始に合わせまして、22日に発送いたしますので、5月の25日月曜日から、高松市特別定額給付金のコールセンターを開設をいたします。郵送申請方式での申請書の記入方法をはじめ、特別定額給付金の手続きに関するご質問等に対応してまいりたいというふうに存じます。このコールセンターの電話の受付時間は、同日祝日を除く8時半から17時15分までということになっておるところでございます。また、オンライン申請か郵送申請方式だけの対応としておりまして、感染症拡大防止の観点から、申請用の受付窓口というものは設けておりませんので、よろしくお願いいたしたいと存じます。私の方から以上でございます。よろしくお願いいたします。ご承知のとおり、先月16日に国の緊急事態宣言が出されまして、県内においても不要不急の外出の自粛というのが要請をされて、で、県の方におきましても、遊興施設や商業施設等の休業要請、また店舗等への夜間営業の短縮要請、
時間短縮要請が行われております。また本市におきましても、先ほど言いましたように市民の皆様に不要不急の外出自粛といったようなことも呼びかけさせていただいたところでございます。で、町の様子でございますが、ゴールデンウィーク期間中、29日から6日までということを考えますと、その間私はほとんど自宅待機か市役所の、5回ほど市役所出てきましたけれども往復でございまして、町の様子そのものは、見てはおりませんけれども、統計データ等でいろいろ報道されているところを見てみますと、例えば、外出自粛の状況を図る指標として、携帯電話の位置情報を活用した、NTT さんあたり、モバイルドコモさんあたりの、調査によりますと、丸貝町商店街を含む高松フェリー通りエリアでは、感染拡大前、1月から2月あたりの状況と、5月5日との比較で、約5割程度の減少があったと報道されております。ただ5割しかなかったというふうにも結構ありまして、いろいろ聞いてみますと、ここのエリアというのは住宅地とも結構含んでて、要は家でずっといる人たち その数も全部入っているということで、必ずしも町の通行証外出の基準となるものではないのではないかなというふうに思っています。それでも5割を減っているということでございます。で、一方で本市は、商店街の歩行者等の通行量につきまして、定点カメラを設置をいたしておりまして、でそれで、計測をいたしております。ただ昨年10月から調査を開始しておりますので、昨年のゴールデンウィークは出ておりませんが、この1月、正月ですね、正月の人がある程度出た時の状況と比べまして、丸亀町商店街で見てみますと、1月と比べてゴールデンウィーク期間中の同日祝日の比較では約8割通行量が減少していたということが確認をされたところでございます。実際上もちらっと見たりなんかしますと、商店街自体の歩行者というのはゴールデンウィーク中は結構少なくなってたんではないかなというふうに思っておりますので、いわゆる外出自粛あるいはそれによる人と人との接触の低減といったような目的というのは、市民の皆様のご協力によりかなり達成られたのではないかなというふうに思っております。ただ、先日の土日はゴールデンウィーク明けの土日というのは結構緊急、結構人がたくさん出ておりまして、いわゆるぶり返しみたいな、あるいは第2波みたいなものが若干心配される状況になりつつあるということなので、まだまだ緊急事態宣言は続いているわけでございますし、県の方も外出自粛というのを厳しく要請もしてされておるところでございますので、そのような形で市民の皆様にはぜひとも今一度、できるだけ不要不急の、外出行動、人との接触というものは避けるように、いわゆる新しい生活様式、これにをきちっと守っていただきながら日常生活をお願いをしたいというふうに思っているところでございます。県の、緊急事態宣言に基づきます緊急事態措置として、施設等に休業要請あるいは時間短縮のお願い等が出されまして、それに応じた企業に対して県の方から協力金が出されるということでございます。市庁によってはそれに、上乗せするような形で事業者に対して、支援をするというところもあるようですが、本市の場合は、そういう事業主に対して支援をしたいということでございますが、今回の新型コロナウイルス感染症の影響というのは一部業種にとどまらず幅広い業種におきまして大きな影響が生じておるということで、ほぼすべての業種を通じた、なかなか手厚いというわけにはありませんけれども、幅広いこの支援策というものを考えていきたいということで、一定程度、売り上げが落ち込んでいる企業、中小企業、あるいは個人事業主に対して、賃料の1ヶ月相当分、10万円を限度として、賃料の助成をするというような独自施策を発表させていただいて、14日、15日の市議会で予算が成立いたしますと、すぐ助成手続き等を始めてまいりたいというふうに考えておるところでございます。また、人の移動制限等におきまして、特に大きな影響を与えて、受けております宿泊業者に対する応援金みたいなものも、措置したいというふうに考えておるところでございます。さらには、
小規模事業者向けの融資制度の融資対象者、まあ、これは500万の小口融資でございますけれども、まあ、それの要件を緩和をして、で実質、今回のまた補正予算におきまして、実質無担保、無利子化したいということで、少しでもつないでいって、事業を継続していくようにも向かっていっていただきたいと。でまあ、これに国の方の事業化、持続化給付金あたり等も加えていただきながら、まあ、どうにか高松で踏ん張って事業を継続していただきたい、まあ、それを少しでも市として応援をしていきたいというような気持ちで、こういう支援策を決めさせていただいておるというところでございます。まあ、そのような形で市としてもできるだけやってきまいたい。また今後国の方で、国の方の賃料補助とか、あるいは、大学生に対する生活支援みたいな制度等も考えられているようでございますので、まあ、そのような制度、あるいはまあ県の方での何か制度が出てくれば、まあ、そのような形と連携補完をしながら、まあ、しっかりと高松市民の、この経済的な落ち込みというのを少しでもカバーできて、今後の地域経済の再起動等につながっていければというふうに思っておるところでございます。で新型コロナウイルス感染症の拡大によりまして、まあ、3月3日から本市の小中学校についても休業を、臨時休業となり、また春休みを挟んで一部登校はございましたけれども、その後また休業が来ておるということで、今回も24日まで休業になるということで、まあ、非常に休業期間が長引いておりまして、まあ、その間の学習をどうするんだということが非常に大きな問題となって、そういう中でオンライン授業というものが注目され、全国的にも話題になっておるところでございます。まあ、本市といたしましても、やはり家庭で子どもがいながら教師が双方向につながっていろいろやり取りのできる、こういわゆるオンライン授業といったものは、まあこういう状況におきましては大きな効果があるというふうに考えているところでございまして、まあ現在ギガスクール構想のというものを今、検討を進めようとしておりますけれども、まあ、その実現を図りながら、その整備に合わせて、本市におきましてもオンライン授業の導入というものを見据えてまいりたいというふうに思っております。で、まあ、ギガスクール構想といいますのが、一人一台端末の整備と各学校における校内等のネットワークの整備ということでございます。まあ、結構予算がかかって時間もかかりますので、なかなかすぐにはできませんけれども、まあ、これが実現されますと、家庭でのオンライン学習環境の学校側の準備が整うというふうに考えているところでございます。一方、問題は家庭側でそういうインターネット環境がちゃんとあるかどうかということなんですけれども、これにつきまして、本市教育委員会が調査をいたしまして、8日に出たばっかりの速報値ではございますけれども、小学校で 77.6%、中学校で 89.6% の家庭で、インターネット環境が整備をされていると。まあ、想定していたよりも結構高い率でインターネット環境が想定されているという状況が判明したところでございます。まあ、そういう形の中で、オンライン授業というのを導入ということを考えていきたいというふうに思っておりますが、まあ、当然財政問題とさまざまな課題もあることは事実であります。まあ、ただこの新型コロナウイルス感染症対策自体もやはり相当長期間化といいますかがされるというふうにも言われておりますし、当然毎年インフルエンザ等による学校閉鎖とか学級閉鎖とかいうのがあるわけでございます。そういう時にもオンライン授業というのは使える、あるいはまあ個別の個々人によっていろんな多様な学習環境といったものを今後は考えていかなきゃならないと、まあ、そういう意味でもこのオンライン授業というのは非常に有効な一つの手段ではないかなというふうに思っておりますので、まあ、そのオンライン授業の導入というその実施に向けまして、鋭意私どもとして検討してまいりたいというふうに思っております。ちょっと今しばらくすぐ実施というわけにはいかないので、まあ、お待ちいただくということになろうかと思いますが、鋭意検討してまいりたいと存じます。
まあ、基本的に国の方の指針でも非公表原則とするとされておりますし、まあ、近隣住民とかそういう方等のご迷惑等もございますので、まあ、あえて非公表ということで行かせていただきたいと思っております。ただ一方でマイナンバーカードが必要でございまして、しかもマイナンバーカードが5年経ったら誕生日の後は更新しなきゃならないんですが、その更新を忘れている人とか、あるいは今回申請には最後に6桁の暗証番号が必要なんですが、最初に設定をした6桁の暗証番号を忘れている人、したがってそれを更新しなきゃならない人、あるいはこれを機会にマイナンバーカードを作りたいという人が結構今12回でマイナンバーカードの申請更新手続きやっておりますけど、そこに結構殺到と言ったらおかしいですけど、7日とか8日、あるいは昨日あたりは結構たくさんの人が来られておりまして、もちろん3密を避けるためにかなり席を離して廊下にまでちょっと椅子を置いて離れては座っていただいたりしておりますけども、それでもやっぱり1時間以上待ちといったような状況は生じておるところでございます。まあ、できるだけ工夫しながら短時間で発行できるようにはやっておるところでございますけども。前倒しというのはないですね。あと県の方が県立学校についてはあくまで31日まで休業ということで、その方針は変えておりませんし、で、まあ、25日から開業と言って再開と言っておりますけども、基本的には18日から、希望者は自主登校を認めるということにして、で25日から2週間は分散登校という形でクラスを半分半分に分けまして、半分ずつ登校して2週間登校していただきます。ですから実際上の全面再開は6月の8日からということになりますので、まあ、やっぱり段階的にやっていくという必要があろうかと思いますし、まだまだ14日に解除されるかも分かりませんけれども、やっぱり慎重には慎重を期してやる必要もあろうかなというふうに思っておりますので、その方向でやっていきたいと思います。ありがとうございます。まあよく言われておりますけど、PCR 検査がですね、まあ、少ないんじゃないかとかいろいろ言われておりますが、ただ、まあ、実際20日連続して、出てないという状況でございますので、まあ、まん延の程度といったのはもう相当抑えられてきているのかなと、もうあくまで感想ですけどもですね、いうふうに思っておるところでございます。やはりまあこの辺につきましてもう少し専門家の意見等も聞きながらですね、特に学校再開にあたって留意すべき点というのはしっかりと踏まえてまいりたいというふうに思っております。で、まあ、まだ国の方、まあ、14日に判断されるという話ですけども、まあ、国の方の、緊急事態宣言も出ておりますし、まあ、県の方もその辺まだ緩めるつもりはないという方向でございますので、まあ、その辺はしっかりと心してやっていきたいと思っております。そうですね、段階ごとに少しずつやっていくということと、あと例えば今じゃあ感染者が出たらやっぱりもう少しまた厳しくしていかなきゃならない、まあ、そういう繰り返しになるんではないですかね。まあ、専門家ないのでよく分かりませんが、また秋とか冬に第2波第3波がありますよということも言われたりしておりますので、まあ、その辺長期間を見ながらバランスを取りながら、まあ、強めたり規制を強めたり緩やかにしたりという形でやっていくしかないのかなというふうに思っております。
まあ、市内のですね、喫煙禁止区域というのを中心市街地を中心に作っておるわけですけれども、まあ、その喫煙禁止区域でポイ捨てとかですね、あるいは歩きタバコ等が行わないように、その喫煙場所というものを決めさせていただいて、今現在32箇所灰皿を設置して喫煙場所としているところでございます。で、そういうゆえに、まあ、ポイ捨てとかですね、そういうものは減ったんですけども、逆にいわゆる受動喫煙の問題がその後大きくなりまして、まあ、屋外、全部屋外ですので基本的には喫煙禁止ではないんですけども、やはり人が集まるところで喫煙の灰皿でタバコ捨てると受動喫煙の問題が多いということで、まあ、数が多すぎるということと、人が集まる場所に置いているということについて、これまでも批判等はございました。まあ、それらに対して十分な対応ができてなかったところというのは、我々として反省するところでございます。で、しかも今回、新型コロナウイルス感染症というものが、喫煙者が非常に重篤化しやすいというような、専門家の意見等もございまして、しかも喫煙場所では、今、例えば普通マスクしている人はこうやってタバコ吸えませんので、マスクを外して、いわば密集して、密接したような形でタバコを吸うということになりますので、まあ、コロナの感染拡大にとっては好ましい状況じゃないということもございますので、まあ、この際、少なくともコロナ対策ということもございまして、まあ、32箇所ある、喫煙所、灰皿のうち、駅前とか交差点とかバス停付近ですね、このような人が集まりやすいようなところにあるものについては、すべて閉鎖を一時、まあ、一定期間を区切って閉鎖をしたいというふうに思っております。まあ、全部で32箇所ございますけれども、まあ、その3分の2ぐらいは閉鎖をして、まあ、最低限10箇所程度を残すというような形で対策を打ってまいりたいというふうに思っております。まあ、早急に今週中ぐらいにどうにか、その閉鎖をやっていきたいというふうに思っているところでございます。まあ、全部閉めるべきじゃないかという意見もございますが、まあ、どうしても屋外しか今吸えない状況ですので、まあ、そういう中で街中で10箇所程度はまあ残しておくべきかなという判断をしているところでございまして、まあ、それによって、あとまあその状況を見ながら市民の皆さんのご意見ともお聞きして、まあ、最終的にどうしていくか今後判断してまいりたいというふうに思っております。そもそも、まあ、条例ですかね、これ、喫煙禁止区域に全体が、その喫煙場所以外は禁止区域に設定をしておりますので、まあ、それでもう、タバコは喫煙場所以外ではやめてもらうというのは、もう従来通り徹底していただくと。で、そのために、この閉鎖している灰皿とか、その周辺の状況につきましても、まあ、1日1回程度は、関係職員が見回って、確認はしてまいりたいというふうに思っているところでございます。どうもありがとうございました。